えっとこんにちは質問失礼します米国ではアメフトが大人気ですが、日本では競技人口が少なく人気もあんまりないように見えます。その理由は何だと思われますかまた人気を高め競技人口を増やすためにはどんなことが必要になると思いますか無理です。えっとあの、アメフトが日本で人気が少ないのではなく、世界中でアメフトが好きなのはアメリカ人だけです。<laughs> なので、あの分析しなきゃいけないのは、アメリカ人がなぜアメフトが好きか、それ以外の国はなぜやらないかです。はい であのアメリカ人がなぜアメフトが好きかっていうとアメフトをやるのはほぼほぼ体格勝負なんですよね。なので体格がいいマッチョイズムっていうのが、まあ、アメリカの大学ってマッチョかっこいいマッチョすごいっていうのがあってでマッチョの人ほどアメフトで成果出しやすいんですよ。なのでまずマッチョ優秀スポーツ。例えばあのバスケットボールってマッチョになったとしてもそんなに強くないんですよ。要は筋肉つければつけるほどジャンプ力下がるしで別にバスケやるのにそんなに筋肉いらないじゃないですか。 で、じゃあ野球とかサッカーでも筋肉つければつけるほど体が重くなっちゃうので逆にそんなに動けなくなっちゃうんですよ。でもアメフトってひたすら筋肉と体重つけるとそのあのフロントの人たちっていうのはまあ丈夫だからそれであの勝てますよねっていうのになるのでなのでマッチョであればあるほど勝てるっていう頭使わなくても結構いけるんですよ。あの高校大学レベルまでは。 ただその、プロのアメフトに行くとみんな頭いいんでそこは別なんですけど、なんでその分かりやすいマッチョが勝てるスポーツっていうのがあるよねっていうのと、あとその各大学がアメフトっていうのを持ってて、で、バカでも分かる面白ルールっていう。要はあの、ボールを一歩でも前に進めたら、で、相手のラインまで越えたら点数が入りますよっていうので、すげえ細かいルールあるんだけど、アメリカ人細かいルール分からないまま見てるんですよ。<laughs> なんとなくこっち勝ってるからわーみたいな。 っていうので、まあ、バカでもなんとなく分かりやすいっていう。例えば、サッカーもバカでも分かるルールなんですよね。あの、この四角い枠に入れてくださいって言うんで、で、そのオフサイドとかちょっと細かいルールあるんですけど、オフサイドのルール分かんないでサッカー見てる人、世界中いっぱいいるんですよ。っていうので、あの、ルールが分かりやすいって超重要なんですよ。でも、野球ってルールすごい細かいじゃないですか。そうなんかあの 行った後にに右のベースに向かって走らなければならなならいとかえ、なんで左から回っちゃいけないのとか,そうなんか、そもそもストライクゾーンって何とか、なんかよくわかんないルール、謎のルールあるじゃないですか。なので、分かりづらいんですよ。なので、野球って日本人とかアメリカ人好きなんですけど、世界ではそんなに流行ってないんですよね。なので、世界でやってるのはサッカーだったりするんですけど、というわけであの、アメフトが流行らないのは当たり前だと思うので、もしアメフト好きだったらアメリカに行った方がいいんじゃないかなと思います。